ジョシュア・トーマス・ジョシュ・キニーは、アメリカが州国ペンシルベニア州、コーダーズ・ポート出身の元プロ野球選手、ウトウ・オミギウチ、ポート・アルガニー高等学校から、クイーンシー大学に進学する。大学卒業後は、フロンティアリーグのリバーシティ・ラスカルズに入団。2001年1月、ラスカルズを FA となった2週間後、セントルイス・カージナルスに入団。A 級のニュージャージー・カージナルス。 ピオリアチーフスでプレー。2002年、A 級のポトマックキャノンズでプレー。2003年からは、A 級のパームビーチカージナルスでプレー。その後 A 級のテネシースモーキーズに昇格。2004年は昇格と降格を繰り返し、パームビーチとテネシー両方でプレーした。2005年は A 級のテネシーで開幕を迎える。チームが、スプリングフィールドカージナルスに改名。 その後トリプル A 級のメンフィスレッドバーズに昇格。2006年はトリプル A 級のメンフィスで開幕。7月2日にメジャー初昇格。スプリングフィールドカージナルスから初のメジャーリーガーとなった。7月3日のアトランタブレーブス戦でメジャー初登板を果たすもライアン・ランガー・ハンズに本塁打を打たれる。10試合登板した8月1日にトリプル A に降格した。 しかし9月5日に最昇格し、プレイオフのロースターに登録。デトロイトタイガースとのワールドシリーズにも登板し、ワールドシリーズ優勝を経験している。2007年はトミー・ジョン手術を行い、リハビリのためシーズン登板なしに終わる。2008年は手術の影響で9月まで復帰できなかった。AA 級のスプリングフィールドで復帰後、メジャーに復帰し7試合に登板した。 2009年はスプリングトレーニングのメンバーから外れトリプル A に降格。6月18日にメジャーに昇格し、6月27日のミネソタツインズ戦ではメジャー初勝利を記録するも7月26日に再び降格する。9月23日にセプテンバーコールアップのため再昇格。2010年はトリプル A でプレーし、メジャー昇格はなかった。 7月2日には40人枠から外れ、セプテンバーコールアップにも選ばれなかった。2011年1月、シカゴホワイトソックスに移籍。8月19日に故障者リスト入りしたフィリップ・ハンバーに代わってメジャー昇格。10月18日に FA となる。12月13日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結ぶ。2012年、トリプル A 級のタコマ・レーニアーズで、 プレイ後、メジャー昇格を果たし35試合に登板。http://www.band.com/.sports/.cargynals/.story/.468751/.html。ありがとうございます。